即争市長即争市は大韓民国関温度の市である。朝鮮戦争前までは朝鮮民主主義、人民共和国の統治下にあった。関温度の東北部に位置し、東は日本海に面し、南は上用軍、西は臨詰軍、北は高城軍に接している。南北軍事境界線から約6 2トル南にある。 地域西部は赤岳山国立公園が占めており、良い海水浴場もあって、韓国国内では有数の観光地となっている。2012年の統計では年間観光客数が1175万人となっており、特に8月は1ヶ月で約300万人が訪れている。2012年の統計では84,489人。 2001年の9万543人をピークに減少傾向である。2011年の外国人人口は744人で、半数以上が中国籍、日本籍は30人となっている。高栗時代は翼と呼ばれ、統一白木時代は翼峰と呼ばれた。高麗時代に上州と呼ばれ、李氏朝鮮時代に 常用と五歩譜となったが、縮層と清楚の時代に県に格下げされたことがあり、1895年に軍になっている。八行制度で構成される。日本海に面するため、海洋性の気候で井戸の割には温暖である。日本海に面するために、韓国の平野部としては最も雪が積もりやすく、韓国の平野部としては、高料市に次いで多い123.8センチメートルの積雪を、 記録している。しかし、積雪1メートルを超えたのはこの時だけである。ありがとうございます。